板倉氏は日本の士族の一つ。投資時は勝ち、十。渋川義明は当初は足利省の板倉の地を領して本願都市、板倉ク二郎と称した。義明は後上の国渋川荘を有して渋川氏の祖となっているが、その光栄と自称するのが江戸時代の板倉氏である。 九州丹大を世襲した、ビンゴ渋川市の重心に、板倉市があり、渋川義教の代官に、板倉来輔の名が見える。三河の板倉市は、三河に流れた板倉頼重をそっとしており、頼重義げ、吉江府市は、福岡松平氏に仕える。江戸時代には、不代大,大名となった。勝重に始まる備中松山藩のほか、上野安中藩、道の区福島藩、 日中庭瀬ファンなどいくつかの文化を出し、幕末に至る。また、板倉勝茂妻は、先夫中島主義次の子を連れて再婚し、その子、重吉を勝茂の養子とした。後に、実父の家系を再興し、交代より合い旗本、中島よごろ受の祖となった。勝茂は後世に残る活躍を見せ、大岡越前のモデルとなった人物でもある。勝茂の父、 板倉義恵が1561年の全米日下の戦いで戦死。さらに1581年には後天神城の戦いで板倉家の家督を継いでいた弟の定住が戦死。このため勝重が現続し、家康に仕えると利領として活躍した。勝重の引退後は、息子の重宗が京都諸市大に任ぜられ、一代を置いて、 孫の重則も京都書次第に任ぜられている。明治には最後の福島藩主板倉将たちが福島県庁を福島,を福島町から中通り中部へ移転させるという動きが起きた際、その反対運動の陣営を手厚く支援、結果福島県庁移転の阻止に尽力した有力者であった。藩例不都線は実施、補佐線は用紙、数字は何代目かを指す。 同一人物、一イコール宗家、一イコール十慶刑板倉家、イコール重政刑板倉家、イコール重戦刑板倉家、板倉より主吉江、正しげ勝重一定重。重政重宗二十代、重則重直し形一十五三十不ゆえうき、重げ重主、重則娘へ形娘へ常四小九か金、ね、 重戦下広高木忠七柔道二十冬後、勝金。重高十体勝里勝木洋三十一六。正信勝里勝の利勝五勝、赤月勝住七。昇高勝藤勝る将、勝直、勝幸勝正十勝十九勝部八。勝志勝吉商業商員勝秋、勝直勝林十一。勝地栄勝士勝貞勝の利勝職十二。 勝成勝長勝清十三勝前勝利勝筆十四勝広勝広勝健勝美勝通徹足利郡板倉村三和村板倉坂西町板倉現栃木県足利市板倉町青長勝女三河国厚見郡大崎六百七国大岡越前の野の裁きは別の奉行の話。夜村汁。 NHK ラジオラジルラジル。ありがとうございます。